おはようございます。ハワイトオコナです。何？撮影始めたらいきなり何よ。タロ君、何？あら、こんにちはするの？何？あのキッチンのところで仕事してたらふっと視線を感じて、何してるのかと思ったら猫が落ちてました。はい、今日は木曜日でちょっと、いろいろ、仕事が忙しいございます。 ありがとう。あら、あぐらんごらんごらん。で、この動画を撮ろうかなと思ったのは明日ですね、日本時間だと金曜日、土曜日、週末。太郎くんが乗っかりたいの。抱っこ？抱っこ？抱っこ？はい、ちょっと待って、ちょっと待って太郎くん。抱っこ、忙しいからちょっと待って、抱っこしてあげる。というわけで、すいません、太郎が抱っこ遊んでと、なのでこんなことやりながらアナウンスなんですが、明日ですね、ハワイ現地時間で、金曜日の夕方6時、日本時間で、土曜日の午後1時、またまたサンセットライブをやろうと思います。今回はアリードライブからお届けしようと思ってます。5G でやるんで、ちょっと画質とか、まあその安定性が、まあ、ハワイ島なんで田舎なんでどうかなと思うんですが、まあまあなんとかなるといいかなと思ってます。ぜひぜひ。私はね、5時45分 6時前から、ジプシージェラートに行って、ジプシージェラートでアイス買って、ちょっとそこを食べながらやろうと思ってます。そのまんまココナッツグローブのアリードライブ側に出て、ABC の前あたりで岸壁からサンセットを、お届けしようと思ってますので、もしもねお時間がある方がいらしたらぜひお越しください。太郎さん、というわけで明日の午後1時ですね、皆様ぜひこぞってサンセットライブお楽しみに。ぜひぜひ。ではでは、出かけます。お疲れ様です。ちょっとね会社に来たんですけど、あ、今同僚っていうか私の師匠が喋ってるのが聞こえる。せっかく来たんで、ちょっとあの高台からの、高台じゃないな、展望台からのあの防具の様子なんぞよ。こんな感じですね。あ、全然。確かにあの前ほどこうくっきりと粉ブルーって感じじゃないんですけど、でもこれが美しくないかって言ったら全然ねえと私は思います。で、そうそう、あのちょっとね友達にキラウエア昨日行ってきたらしくて、キラウエアの、噴火の様子の動画をちょっとお裾分けいただいたので、ちょっとこの後ぜひどうぞ短くご覧くださいませ。あとね、多分絶対こうあのやつ、ラゾクくんがね行くと思うんだよね。やつ好きなんで、多分今週末あたり行くんじゃないですかね。ラゾクくんが行ったらその動画もまたあのお裾分けというか公開させていただこうと思います。ちょっと私はねそこまでちょっと時間が、はい、というわけで、ではでは、また続きます。お疲れ様です。あれ、ちょっと日本人っぽい？違うか。
今日はねカハルにちょっと今立ち寄ってます。やすこさんじゃん。ちょっとやすこさんもう一回言って今のでっかい声で。全然あかんわ。いやこれででもしょうがないよね。2018年、そう2018年からコナはだいぶ変わりました。本当だよね。皆さん信じないで。皆さん気をつけて気をつけて。そうもしあの情報を知りたかったら、ね、セツさんの YouTube 見てください。あすごいな。めっちゃ言わせてるか。いやでも本当にね、本当だよね。あのマジでね、ここ特にあの流行り病の後、コロナの後とかめちゃめちゃ変わったから。でほらオアフだとどんどんねいろんな YouTuber もいるし、新しいガイドブックもあるけど、ハワイ島なんてめっちゃ変わっちゃってるからね。マジでない。もう半分以上ないよね。ないみんなから値段は何でも倍ぐらいになっちゃってるしね。あ、そう値段は倍になってる、うん、本当にここ過去5年で家も倍になってるからね。マジで不動産も本当よ。50万ドルがもうミリオンよ。というわけでちょっと本当にね、あのガイドブック頼りの方ご注意遊ばせ。大丈夫、出版社名入れてないから。というわけでちょっとクライアントさんと待ち合わせだったんですけど、今人助けをしましたね。めっちゃ困ってたんでね。というわけでさあ、ちがこです。出かけよう。イエイ。お疲れ様です。今日はね3年近くぶりに、メインランドに引っ越された元クライアント様、昨日ね電話かかってきて、あの2年以上ぶりに、あの久しぶりにビッグアイランドに来るからお昼でもいかがっていうことで一緒にこちらに来ました。ビッグアイランドグリルです。相変わらず満席です。今待ってるところです。あ、とっても嬉しいです。かなり待ちましたね。今日はこのね角っこのお席でございます。お腹空きました。もうね時間的にランチ、あ違う、一緒なんだ。ブレックファストランチなんですよね。さあどうしようかな。フィッシュ&チップスとミックスプレートのエビとカルアポーク。すごいです。私勝手に頼まれました、ニューヨークステーキです。いただきます。あんたガリガリだから食べなきゃダメよっていうことで、いただきます。に肉は全部食べましたけど、ちょっと魚もいただいたのでこのご飯だけちょっと残りました。あっちもちょっと残ってます。これはね持って帰って夫さんの晩ご飯になるようです。なんだけどこの後ねまだあるんですよ。ちょっと見てください、この大きい大きさが伝えられないけど、私の手と比べてもこんなです。巨大です。女性3人でいただきます。考えられないけど全部食べました。 I cleaned it up. Okay, we are the last customer in the restaurant. I'm so sorry. Sorry Big Island Grill, but you guys are awesome. お疲れ様です。今リードライブでホノルズの前でございます。ちょっとね長い一日でございます。今日はちょっとね仕事したり、あとクライアント様とご飯食べに行ったり仕事したり、まあそれも仕事の一環でね、という感じで、やっぱね少し潜ってる感じがするんですけど、まあ全然ねこんなもんかなと。そんなわけで明日ですねサンセットライブをやろうと思いますので、ぜひお時間晩鐘を送り合わせの上、皆様お会いできたらと思います。ハワイ島いらっしゃる方ぜひ遊びに来てください。というわけでではではお家に帰ります。ちょっとお腹いっぱいです。めちゃくちゃいっぱいです。ではでは。だろ
ロスさん、何してるのそこで。あ、機嫌悪いの今日お母さん一日いなかったから。機嫌悪い。おにゃ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 。うん、何言ってて。かわいいね、あにゃさんは。誰かわいい子じゃん。散歩ってて何これ。好きってやってるの。お母さんも好きだよ、大好き。だら大好き。あら、あら、なにこれ。なんかね、カメラ掴もうとしてるの。ゆりかちゃん、何ですか。何、ね、かわいいね、ニュートンも。かわくてしょうがない。何してるの太郎くん。かわいいね。何してんの太郎にゃ。太郎にゃ。何してますか。かわいいですね。かわいい。あらかわいい。あらかわいい。太郎にゃ。太郎にゃ。かわいいでしょ。あらかわいい。あ、眠い。眠くなっちゃったの？眠い。遊びたい。ほんと子供だね、ほんとにね。あ、何の匂いがしますか？ブレーメンしてますか？あ、やだって。何してんの、タラニャ。ウィリア、テールは。テロー。テロー。何してんの、あにゃたは。かわいい。ひひひ。面白いね、太郎。